春本番のような昨日の暖かさはどこへやら。こちら札幌市内大通公園のすぐそばですが、冷たく強い風とともに雪が降っています。今日の道内は真冬並みの寒気が流れ込み、各地で気温が急降下、2月本来の寒さへと逆戻りしています。札幌の午後5時までの最低気温はマイナス4度、昨日の最高気温は 13.9 度で、極端な気温の変化に見舞われています。昨日すごい暖かかったんでぐしゃぐしゃになってて、で結構車とかで通る時も住宅街の中はひどいですね。すごいですよね。寒いし風も強いしって感じで、もう完全防備できました。足元もぐちゃぐちゃで、なんか子供と今一緒に来たんですけど、もう歩くのも大変でした。昨日至る所で水たまりができていた生活道路も、今日はこちら住宅街の近くの道路なんですが、このように雪の中に埋もれてしまっています。あちらの車もスタックしてしまって、身動きが取れない状況です。一度溶けた雪が再び固まり、ザクザク、デコボコ路面に。北区のこちらの道路では車の立ち往生が相次ぎ、ロードサービスの JAF が駆けつけていました。もう全然動かないですね。でちょっとスコップ持ってた方もいたんだけど、やってもダメでした。で押してもダメでした。東北でも寒さが戻り、昨日5月上旬並みの 10.6 度を記録した稚内も、午後3時過ぎの気温がマイナス 7.5 度まで下がっています。ちょっと歩きづらいですね。全土的にこんな感じなのかなと思う。寒暖差が激しい日々が続くと陥りやすいのが、自律神経が乱れ体に疲れなどが出る寒暖差疲労です。7度以上の寒暖差がこう続くと、やっぱりその交感神経系と副交感神経系のこの激しい変化で疲労、不眠、いろんな原因が起こりやすいと言われてますね。札幌の気温の推移を見てみると、14日は最高気温が 10.8 度でしたが、17日にはマイナス 6.8 度に。その後再び暖かい日が続いたかと思いきや、今日は昨日より15度以上低くなっています。なるべくやっぱり一定の温度下で暮らすっていうのがポイントなんで、今日は暖かいからってね、こう半袖になったり、それから今日は寒いからって着込んだりすると、こう交感神経と副交感神経のこうバランスがあっち行ったりこっち行ったりして、それがやっぱり極端な不眠とか疲労とか、そういうのになりやすいですよね。そうすんなりと終わらない北海道の冬。札幌では土曜日まで真冬の寒さが続く見込みで、春の到来はまだ先になりそうです。